レフリーチェックが行われておりますけれども、碇さん、はい、アイアン藤本の顔の表情がですね、今朝の計量とまるで違ってリラックスムードなんですかね。きっとあれじゃね、あの勝負度胸が強いんでしょうね。秋田の出身で、まあ、高校時代は大館高校ラグビー部のフルバックを担当していたそうで、もともと格闘技が大好きだということです。アイアン藤本度胸は十分です。超満員の今日の後楽園ホール、いよいよ今日のメインイベント WK 世界スーパーライト級タイトルマッチです。ローキックから行きましたアイアン藤本、白いロングタイツです。一方のベニーユキーではシンクのロングタイツ、サイドラインが入っております。先ほど久保田アナウンサーからレポートがありましたが、ベニーザ・ジェット・ユキーでは、350g ほどオーバーしました。今日2回目の計量で、このあたり松田さん、どう影響ありますかね。そうですね、まあ、あの来日した当初は非常にあのフォームをこけてましてですね、はい、ウエット的には問題ないと思ったんですけども、そうですか、試合直前の、まあ、これだけ絞るというのはかなり影響あると思います、はい、前蹴りを下にしまして、左右のパンチ、チャレンジャーのアイアン藤本。第1ラウンドはもともと碇さん、はい、このベニーザ・ジェット・イキールというのは相手を見る傾向にありますね。完全にこう1ラウンド見てですね、はい、で相手の分析しちゃうわけですね、それから徐々にと持ってきますね、はい、ベニー・イキールが142パウンド 64.4キロ、一方のアイアン・フジモトは141パウンド 63.8キロ、まあ、本来ですと、1階級下のアイアン・フジモトですが、まあ、そのあたりでパワーの違いは、まあ、ベニー・ユキールとしてはですね、相手は藤本は上手があるんで、そのあたりは慎重に戦いたいという話をしていました。早くも精力的な攻めが見られます。ベニー・ザ・ジェット・ユキール左右のフックフォーイン、アイアン・フジモトの蹴りです。藤本の蹴り、第1ラウンドもうほとんどありません。今のタイミングのいいハイキックは良かったですね。そうですか、はい、後ろ側になります。蹴り、第1ラウンド緊迫したシーンで終了します。また3回戦5対5のイーブンです。10対10のイーブンですね。赤コーナーチャンピオンベニーザ・ジェット・ユキーで、過去56戦して55勝 47KO1 敗です。まあ、1敗はタイの、シーソンポップに敗れた、はい、そうですね、この1敗ですね。さて一方のアイアン藤本の方は、キックボクシングは14戦して8勝 5KO、 マーシャルアーツは4戦して4勝 3KO という、まだ負けを知りません、まあ、どちらかというと松田さん、はい、アイアン藤本はマーシャルアーツのリズムに合っていると、そういうことが言えそうですね。その場合ですね、はい、まあ、非常に蹴り、それからパンチ、手数が出るんですけども、はい、膝が、まあ、あっこいいじゃないですね。でそれあのマシャラスダルバイキック、ね、キック時代にですね、はい、ダウン、毛を負けしてるんですけども、まあ、タイム選手に膝蹴りで負けてるんですね。でそれ以外はあとダウンの傾向は一度もないんですね。あ、まあ、非常に打たれ強いと。そうですね、さすがのラグビーで鍛えたと言いますか、この細い体ですけれども、なかなか根性があります。秋田出身です。さあベニーザ・ジェット・ユキーズ出てきます。碇さん、このあたり不気味ですね。うまいですね。じゅう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 、圧力をかけていますね、はい、には。いわゆるプレッシャーをかけてきます。はい、受け身になったらですね、精神的に弱くなっちゃうんですね。はい。藤野選手、どんどんもう、蹴りパンチ出した方がいいですね。そうですね。ローキックです。このローキックは、アイアン藤本の武器。右のキック、左のフォローしました。これは空を切っています。いいですね、藤野選手。使います。ここはやっぱり出るべきですね、どんどん。そうですね、はい、左のダブルジャブからベニーザ・ジェット・ユキーです。ローキック、このローキックが強ければユキーとしては松田さん、この後出られませんからね。はい、これはどんどんやっぱり決めていけばですね、はい、ユキーの、前進を止められますからね。あー、左のストレートから左のハイキック、ユキーが危ない。ユキドのパンチは非常に破壊力ありますからね、できるだけ食わないようにしなきゃいけないんですけども、ヒドキック、ヒダの脇腹を捉えています。アイアン藤本、藤本の上背が170センチ、ベニーユキーデが167センチです。今第2ラウンドを終了しました。非常に見事な打ち合いですが、松田さん、回転は10対10のイーブンです。
月曜スペシャル格闘技大戦争世界三大タイトルマッチ、猪狩さん超満員ですね、はい、後楽園の方ですね、やはりベリーの戦いぶりをね、はい、見に来たんでしょうから、そうですね、うん、正式発表は1800取れておりますが、あ、そうですか、それにしても猪狩さん、はい、ベニーザジェット雪棚の爪のうまさと言いますかね、うまいですね、こう、なんかね、ヒョウが獲物を追ってるような感じですね、はい、ローキックはアイアン藤本、キックポイント減点はベニーユキーデが1、アイアン藤本は0、点の攻撃はアイアン藤本がなかなかよく出ています、試合は第3ラウンド中途半端な蹴りは松田さん、はい、これはもう吸い込まれますからね、はい、出すときはもう思い切って出さないといけないですね、はい、バックボロー、そして前上から逃がしたいとアイアン藤本、しかしこれをかわすベニーザ・ジェット・ユキーデのうまさが光ります、ローキック、この距離は猪狩さんどうですか、そうですね、ベニーの距離じゃないですね、そうですか、接近したときはベニーの距離なんですよ、はいはい、これを気をつけなきゃいけないんですね、ここですね、はい、ロープを手にしちゃいかんですね、はい、これは危ない、はい、アイアン藤本危ない、サイドキック、アイアン藤本はサイドキックが得意で、まあ、特に今までの KO の中では前狩り一発でナックアウトに下った経験を持っています、アイアン藤本、これ前回のライト級タイトルマッチ王座決定戦ですね、はい、1ラウンド前蹴り一発で KO ですね、ベニーザ・ジェット・ユキーダ今年の1月長谷国政と対戦いたしまして、まあ、この時はちょっと体重差があったんですけれども、その時の話、ベニーザ・ジェット・ユキーダ、名前がもし同じ体重ならば彼はクレバーなボクサーだし僕も厳しかったんだけれども、そんな話をしておりました、チャレンジャーのアイアン藤本はその名前と去年の3月に引き分けております、まあ、これがアイアン藤本にとりました非常に大きな自信につながったわけでありますが、その後3連続 KO ですからアイアン藤本は相当あの長屋との引き分け自信になったんですね、はい、第3ラウンド終了しました、放送席松田さんの採点は10対10、これも差が出ません、久しぶりに日本にやってまいりました世界スーパーライト級チャンピオンのベニー・ザ・ジェット・ユキーデと、挑戦者アイアン・藤本の対戦をご覧いただいておりますけれども、猪狩さん、はい、ベニー・ザ・ジェット・ユキーデの動きがですね、はい、ちょっとおかしいなという感じも受けるんですけれども、そうですね、またパンチもですね、オープンブローしてますんで当たっても、左フックの場合当たってもですね効かないんですよ、音は大きいんですがね、そうです、だから前回まではすごいシャープでね、あれが当たるとガカーンと腰を落としたんですけどね、はい、相手がキックポイントの減点の方もベニー・ザ・ジェット・ユキーデが3、一方アイアン・藤本は減点ありません、それだけよく蹴りが出ているということです、赤いロングタイツベニー・ザ・ジェット・ユキーデ、バックキックです、あれがジャンプ、ジャンプストライド、アイアン・藤本構成です、左のダブルジャブから右のショートアッパーベニー・ユキーデ打ち返します、アイアン・藤本ミドルキック、その辺りは非常にブランコにベニー・ユキーデの攻撃です、ユキーデ、あ、ロープを取ったアイアン藤本、この距離は危ない、しかしあの辺りで松田さん怒涛の攻めがベニー・ユキーデありますね、やはりユキーデっていう攻撃見せたんですね、今今までこう見てるんですね、ベニーは接近した場合ボディブローバンバン作ったんですね、はいはい、それによって相手の下に当てたんですけども、今回はボディブローほとんどないですね、そうですか、はい、左のストレート、ベニー・ユキーデ4ラウンドの攻防で、これが奥さんですね、必ず日本で行う試合の時は奥さんに連れてきます、はい、ベニーが構成かけてきたんですね、ロープダメですね、ロープダメですね、やばいな、動かないダメです、藤本選手あと蹴りを対応したわけですね、はい、蹴りですね、はい、あ、この蹴り、それでも前蹴りですね、そうですね、前蹴りとあと右のあれなんですかね、はい、ロキックと打ち分けてですね、はい、蹴り分けなきゃいけないんですね、そしてそれ以上に冷静さを失ってはいけません、アイアン藤本チャレンジャーです、あ、左、あ、この距離危ない、詰めていく、ベニーザ出ていく、タイムのパンチ、4ラウンド終了しました、松田さん、これは差が出ますか、ベニーが取りましたね、ワンポイント、はい、ベニーユキーデが第4ラウンド取っております、
松田さん、採点は第4ラウンドついにワンポイントベニーザ・ジェット・ユキーダが取ります、はい、チャンピオンです、はい、さあ、井上さん、はい、何かこう確かにアイアン藤本もよく戦ってはいますけれどもね。そうですね、やはりベニーの方が役者が上みたいな感じしますからね、はい、どうしても押されちゃうんですよね、必ずもうロープに詰まったらロープを背にしないということですね、はい、独特のおバックキックを見せましたアイアン藤本。ベニーがもう余裕持ってたってことですね。そうですか、回転回し蹴りアイアン藤本、中途半端にはいったかな、まあ、中途半端に行きましたが、本当にもう相手をよく見ているベニー・ユキーデですから、ローキックです。左のキック、右のストレート、アイアン藤本、左から入ります、ベニー・ユキーデ、左のジャオカ、ショートアッパー、右のストレート、連打、そして左のハイキック、この辺りは、はい、ベニーザ・ジェット・ユキーダらしい攻撃、動きが見えてきました。連打です、その前にかなり打たれていました、左のキックから右のショートストレートですね、はい、小さく小さく打っていきます。さあ、グローブを合わせたアイアン・藤本、ダメージの方はどうか、危ないぞ。ライブラウンドはもう1分を切っておりますが、あと40秒少々、右のロングフック、かつてこのお顔のロングフックでベニーは段を切ったことがありますけれども、今ちょっとローブローになります。ボディアッパーベニー・ユキーダ、あのボディ、はい、ミロストレート、危ない、あー、この差、危ない、リーカラクリー、ものすごい、はい、カウント8です。立ち上がりましたチャレンジャーのアイアン藤本、ベニー・ユキーダの方は立ち上がったアイアン藤本に拍手を送る。もう完全にこれはベニーのペースです。しかしゴングに救われました。第5ラウンド終了、ダウンを取りましたベニー・ユキーダ、10対7、松田さん回転のベニー・ユキーダ当然です。やべー、画面右がチャンピオンベニー・ユキーで、左がチャレンジャーアイアン藤本。しかし三上さん、はい、うまいですね、チャンピオンは ね、 ね、やはり芸術ですね、まさに芸術、小さな左から右のショートパンチ。さあ、試合の方は第6ラウンド、藤本に対してローキック。しかしここまで松田さん、アイアン藤本はよく頑張ってますね、はい、頑張ってますよ。左の回し蹴りです。キックポイントではアイアン藤本は依然として減点はありません。ベニー・ユキーダの方は5ポイント減点がありますけれども、それ以上にベニー・ユキーダのうまさが光ります。右のストレート、ミドルキック、さあ追い込んだ、コーナーに追い込んだ、ちょっと感じた、危ない、アイアン藤本、危ない、ちょっと顔を組みそうにいるような気がします。崩れました、アイアン藤本、勝てるかどうか、カウント8、さあ勝ち上がった、時間の方はまだ1分以上残っています。すごい気力ですね、気力ですね、はい、もう気力ですよ、これは。しかし詰めていきます、詰めていく、ベニー・ユキーデ、ショートパンチ、右のスク、アイアン・藤本も手を出します、右のスク、当たった、ベニー・ユキーデ、動じません、これは無理かな、もう無理かもしれないですね、ベニー・ユキーダの完全なペース、試合終了です。ベニー・ユキーダ、またまた、やはりベニーはちょっと、アイアン・藤本を破りました、すごいですね、ベニーはやはりもうすごいパワーですね。